ブルーロックかっこいいキャラクターランキングトップ6集。数多くの魅力的なキャラが登場するブルーロックですが、一体誰が一番かっこいいのか。今回はルックス、才能、華麗さ、エゴイストさの4項目を基準とし、僭越ながら独断と偏見でランキングをつけていきたいと思います。ということで今回はブルーロックかっこいいキャラクターランキングトップ6集をやっていこうと思います。なお第10位から4位までの発表、第30位から11位以降の発表、第31位以降のピックアップ、最後にベスト3の発表となってますのでご注意ください。なおブルーロック第258話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第10位は国神蓮介。国神は身長188センチを誇る大型フォワードで、敗者復活戦を得た後、世界最高のサッカー選手ノエル・ノアと同じ両利きになって見事に帰還を果たした苦労人のプレイヤーです。そんな国神のかっこいいポイントは何といってもダークヒーロー。サッカーでスーパーヒーローになるという夢を掲げていた国神は、座右の銘を正々堂々だというほどまっすぐで仲間思いな青年だったんですが、敗者復活戦を得て性格が激変。ヒーローになるという自らの夢を青臭いたわごとだと言い放ち、今では別人のようになって仲間との結束よりも自身の結果のみを追い求めるサッカーマシンと化してしまったんです。しかし第213話で潔から両利きの習得方法を尋ねられた時には、スペックが死ぬと言って善意から忠告し、さらにちぎりバチラを加えた4人で2オン2をするなど本質的な優しさは捨てていないことがわかるでしょう。ということで仲間思いな性格の良さが光る国神が見事第10位にランクインしました。第9位はミヒャエル・カイザー。カイザーは20歳以下という若さにしてドイツ最強のクラブチームバスタード・ミュンヘンで主力として活躍し、新世代ワールドイレブンにも名を連ねた世界屈指のプレイヤーです。そんなカイザーのかっこいいポイントは何といってもカリスマ性。若くしてチームのリーダー格となっており、自分自身の才能と実力に絶対的な自信を持つカイザーには、ネスのように強い忠誠心を抱く者も多く、高いカリスマ性を誇っていると言えるでしょう。格下とみなした相手にマウントを取るなど性格に難がある面も否定できないんですが、プライドの高さゆえに負けることが嫌いで、試合終了後には試合や選手の研究も決して欠かしておらず、研究熱心な一面もあるので、根っからの嫌なやつというわけではなく、自分にも他人にも厳しいストイックな人間であると言えます。ということでカリスマ性が光るカイザーが第9位にランクインしました。第8位は日和陽。日和は得点を量産するタイプではありませんが、高精度のパスやボールキープが得意で、正のテクニシャン、左利きのキックセンスがエロいなどと評価されています。そんな日和のかっこいいポイントは何といってもギャップ。水色のマッシュヘアに中性的な顔立ちをしており、さらに京都弁を話すためはんなりとした可愛らしい雰囲気が見て取れますが、サッカーになるとその雰囲気が一変するんです。その思考反射でやってみ。第102話では体が思考に追いつかない潔に対し、鋭い眼光でアドバイス。僕が日和陽が世界の中心になる。そして第237話、自分を中心に世界が変わる瞬間を体感してみたいというですね、自分の中にある強欲なエゴに初めて気づき、やや強引なプレーから潔の決勝点を演出、抱擁を交わして勝利に酔いしれ、熱い一面を見せています。ここからの人生は世界一のストライカーを僕がプロデュースするサッカーがしたい。極エスやよろしい。さらに日和はイタリア戦での一連のプレーを通じ、自分の目指すべき道筋を自覚し、サッカーを続けていくことを決意。ドS以上の極Sを自称し、見かけによらない魅力を発揮しているんです。ということでギャップにあふれる日和が第8位にランクインしました。第7位は馬狼照英。馬狼は身長187センチを誇る大型フォワードで、強靭なフィジカルが強みのプレイヤーです。二次セレクションのサードステージにて潔にプレーで上回られ、敗北を自覚して以降現在に至るまで潔に対してですね、強い対抗心を抱いています。そんな馬狼のかっこいいポイントは何といっても圧倒的なエゴイスト。キングは俺だ。ピッチ上のキングを自称する馬狼は、初登場時からとにかく自分のゴールを追い求める天性のストライカーであり、そのエゴイスト度合いはまさにブルーロックにふさわしい存在。サッカー界に俺の時代を作り、向かってくるやつを返り討ちにする。そして第245話で投げから世界一になった先の未来について尋ねられた時には、このように答え、本気でサッカーの王になろうとしている覚悟を見せています。このように馬狼は自分の実力への圧倒的な自信から、たびたびビッグマウスのような発言をしているんですが、それが単に口だけになっておらず、自己流のルーティーンを持ち、熱心に練習に励んでいたり、実際に試合では得点を量産して活躍して見せていたりと、その有言実行ぶりも魅力の一つになっています。ということでキングと呼ぶにふさわしいバローが第7位にランクインしました。
第6位は三影レオ。レオはサッカー歴たった半年でありながらここまでたどり着いた才能の持ち主。恵まれた家庭に育ったので簡単に何でも手に入れてきたことから、簡単に手に入らないワールドカップ優勝という目標を掲げ、日本代表入りを目指しています。そんなレオのかっこいいポイントは何といっても面倒見のいい兄貴肌。同じ高校の同級生であるナギの天才ぶりを見出したレオは、ルーズで面倒くさがり屋なナギの世話役を買って出ることが多く、マイペースな振る舞いで面倒ごと起こしそうになるナギと別の人との間に入って仲介役を担うこともあり、このような面倒見の良さは兄貴のような安心感と頼りがいを感じさせます。そしてこのような振る舞いはナギに対してだけのことではなく、チーム V のリーダー格としてまとめていたり、他の試合でも参謀格としてゲームメイクを担うことも多く、周りからの熱い信頼を得ています。ブルーロックの選考過程ではナギから見切りをつけられてしまい、ショックを受ける場面もあったんですが、そこで折れずに成長を果たした上、身勝手にも再びレオに協力を求めたナギを見捨てることなく協力する選択をし、仲間思いで面倒見のいい一面が如実に現れています。ということで、面倒見のいい兄貴肌を持つですねレオが第6位にランクインしました。第5位はちぎり兵馬。ちぎりはブルーロック屈指のスピードスター。圧倒的なスピードでフィールドを駆け巡るちぎりに救われた場面も数多く、今ではブルーロックの中でもかけがえのないプレイヤーとして成長を遂げ、チーム Z として長きにわたり時間を共に過ごしてきた潔にとってかなり刺激を受ける存在だと言えるでしょう。そんなちぎりのかっこいいポイントは何といっても波乱万丈なサッカー人生。もともと走ることが好きだったちぎりは6歳でサッカーを始めるとすぐさまその才能を開花。ドリブルで敵をぶち抜いた日からサッカーに情熱を送る日々が始まるんです。そして県内の強豪高校に進学したちぎりは1年生にしてエースの座をつかみますが、まさかの右膝前十字靭帯断裂という大怪我を負ってしまうんです。それから8ヶ月のリハビリ生活を終えて復帰を果たすも、かつての全力疾走ができなくなっており、部活に顔を出せない日々を送ることに。そんなちぎりはブルーロックに夢を諦める理由を見つけるために参加しますが、負けが許されない1位セレクションのチームダブル戦にてついに持ち前のスピードを発揮。こうしてスピードスターとしてのサッカー人生第2章が幕を開けるんです。それ以降のちぎりはスピードスターとしてめきめきと頭角を現していきますが、ブランクが原因で右膝が痙攣を起こしたり、スタミナが切れることも多々あり、右膝に爆弾を抱えているからこその刹那的な輝きに注目が集まっているプレイヤーだと言えるでしょう。ということで、波乱万丈さから応援の声を集めるちぎりが第5位にランクインしました。第4位はバチラ巡る。バチラはチーム Z 時代の潔のチームメイトで、テクニカルなドリブルを得意とする生粋のドリブラー。イマジナリーフレンドの怪物の声に従うという独特の感性を持ち、今ではそれを発展させたジンが×モンスターという新たなドリブルスタイルを生み出し、その実力に磨きがかかっています。そんなバチラのかっこいいポイントは何といってもイマジネーション。怪物が喜んでる。幼少期に孤独を感じた経験から生まれた怪物を脳内に感じているバチラは、自分の中の理想のプレーを怪物とのプレーとしてイメージし、そのプレーに追いつき追い越せるように切磋琢磨するという想像力に基づく強い向上心を持ち、そんな精神性がバチラがサッカーに取り組む上での重要なモチベーション。また第84話でも自分の中にある怪物がかえって自爆となり、プレーの幅を狭めていることを自覚し決別する決断をするんですが、ネオエゴイストリーグから始まりラビーニョから世界一のイメージを作るように教わると、バチラは自分の中に消えずに残っていた怪物を進化させることによって、一段とプレーの質を進化させ、ジンがかけるモンスターという新たなプレイスタイルを確立。このようにバチラは高い理想をイメージしながらそれを超えていくことによってプレイを進化させるという成長過程をたどるので、最大の魅力は想像力豊かな精神性になるんです。ということで、イマジネーションあふれるバチラが第4位にランクインしました。ここからは30位から21位までを発表します。惜しくもトップ20入りを逃したキャラクターをご覧ください。第30位はイガグリこと五十嵐グリメ。チーム Z の一員だったので登場回数は非常に多いんですけども、実力が今一つなことが響き下位に甘んじる結果に。第29位はドン・ロレンソ。ワールドベスト11に選ばれるほどの実力者ですが、全ての歯が金歯だったり、うなじに奇妙なタトゥーがあったりと特徴的なルックスをしています。第28位はマルクス・ナフィ。総合力ではノアを超えるほどのナンバーワンプレイヤーと評価されるほどの高い実力。第27位は剣残鉄。ちぎりをも凌駕する爆発的な加速力を誇る残鉄は、見た目のスマートさに反しちょっぴり頭が弱いことがチャームポイント。第26位は世界最高の選手ノエルノア。勝利よりも自分の得点を追い求める希代のエゴイストであるノアは、潔の憧れの選手であり今なお手の届かない存在として君臨し続けています。第25位は仙道シュート。アンダー20日本代表のエースだった仙道は、ネオエゴイストリーグではミッドフィルダーにコンバート、イングランド戦で初めて得点を記録し、
粘り強く活躍し続けています。第2順位はアレクシス・ネス。垂れ目がちで優しそうな見た目をしている美青年ですが、カイザーの意にそぐわない人物にはきつく当たるなど狂気じみた一面を誇っています。第23位は時光青氏。短髪の黒髪で真面目で優しそうな雰囲気を醸し出しているんですが、そんな時光の武器は圧倒的フィジカルですよね。見た目に反し筋骨隆々というギャップを持っています。第22位は音谷瑛太。アシンメトリーにメッシュの入ったおしゃれな髪型をした音谷はクラブ通いの趣味を持ち、ガールハントには余念がないらしく、ブルーロックメンバー随一のチャラさを誇ります。第21位はブルーロックプロジェクトの総指揮を取るエゴジンパチ。世界一のストライカーを育てるという大いなる野望を持つエゴはまさに世界一のエゴイストと呼ぶにふさわしいです。ここからは第20位から11位までについて発表したいと思います。惜しくもトップ10を逃したキャラをご覧ください。第20位はアリュウ・ジューベ。美意識が高く調圧をなびかせているアリュウは常におしゃを追求しているだけあってスタイリッシュな仕草や動きは多いんですが、ナルシストな性格が鼻につきこの順位となります。第19位はライチ・ジンゴ。口が悪く我の強いライチは怖い印象を与えることも多かったんですが、戦後が進むにつれてチームのために奮起したり叱咤激励するなどのリーダーシップを見せており、頼りがいのある存在として評価を高めています。第18位はガガマル・ギン。身体能力が高いガガマルはゴールキーパーとしての適性を見出され、フォワードからゴールキーパーにコンバートしていますが、チームの窮地を救うスーパーセーブを連発するなど目立つ活躍を見せているので一定の人気を誇っていますよね。第17位はニコ一騎。潔と類似したですね、空間認識能力と戦術眼を持っているので一時セレクションの頃から潔のライバルとして活躍を見せています。派手なプレーはないんですがチームに欠かせない存在感を放っているので高い評価に。第16位はクロナランゼ。小柄な体格で左サイドのですね髪を三つ編みにしているのでですね、可愛らしい見た目をしているんですけど、プレー中の眼光は鋭く泥臭い連携プレーをこなすギャップがあってドイツの中心的なプレイヤーとして活躍しています。第15位は雪宮健裕。サッカー選手の傍らなんとモデル活動にも勤しんでアパレルブランドの立ち上げにも興味を持つ雪宮はブルーロックメンバーの中でも随一のルックスを誇っています。第14位はカラスタビド。潔と関係性が少ないキャラなんですが常に主力として出場し続ける実力者。大人びていてリアリストな性格をしており、相手チームの弱点を確実について攻めるという勝負に厳しい一面を見せています。第13位はシード流星。ダントツに凶暴で粗暴な性格である指導は暴力沙汰を起こすほどの問題児なんですが、サッカーの実力は一級品。トップに君臨するリンと互角とも言えるほどのポテンシャルを持っていることもあり、ヒール役として人気を博しています。第12位はオリバー・アイク。アンダー20日本代表のセンターバックにしてキャプテンを務めていたアイクはチームの輪や協調性を重んじる精神性の持ち主で、我が強い登場キャラが多い中で大人の余裕を感じさせるキャラとして一線を画す。惜しくもトップ10入りを逃して第11位になったのはリンの実の兄であり、18歳にしてワールドベスト11に選ばれるほどの活躍を見せているイトシスサイ。ズバ抜けた才能で世界的にも評価が高く、もっと上位に組み込むポテンシャルを秘めているんですけども、登場回数が少ないことが響きこの位置に留まる結果に。続いてはここからは31位以下のキャラクターをまとめて発表します。第33位から第37位にかけてはですね、クリス・プリンス、ジュリアン・ロキ、ラビーニョ、シャルル・シュバリエ、アギの5人がランクイン。世界的なクラブで活躍する5人ですが、登場回数の少なさが響きこの位置にとどまります。続いて第42位には西岡はじめがランクイン。青森のメッシという異名が一人歩きし、本来の実力やプレースタイルなど明らかになっていない部分が多く低い結果に。そして第43位から46位までかけてはナルハヤ・アサヒ、今村優太、クオン・ワタ、イエモン・オクヒトのチーム Z の4人がランクイン。2次セレクションで脱落して以降登場がないので下位に沈む結果に。番外編としてご紹介するのはこちらの4キャラ。レオナルド・ルナ、アダム・ブレイク、タブロー・カバソス、ダダ・シューバ。この4人は3次選考で対戦相手になった世界選抜の面々ですが、登場回数が少なく印象もあまりのいことから戦外となっています。第3位はナギ・セシロウ。ナギは同じ高校出身のレオに誘われサッカーを始めたばかりで、サッカー歴たった半年の初心者ですが、その天才的センスでブルーロック内でもトップクラスの実力を誇っています。そんなナギのかっこいいポイントは何といっても無我夢中の対抗心。めんどくさいが口癖で、何かとルーズでマイペースなナギは楽をして生きることしか考えていないので、レオから誘われてサッカーを始めても大して情熱を注ぐことはなかったんですが、1位セレクションのチーム Z 戦で転機が到来。ねえレオ、サッカーって面白いんだね。
そしてチーム Z 戦で敗戦を喫すると、本気で戦って負けた時の悔しさをそこで初めて実感。そして凪はこんな感情を抱かせた潔に関心を抱き、強く意識するようになると同時にサッカーへの情熱を胸にプレーするんです。これまで凪は全てのことに退屈さを感じていたんですが、サッカーの面白さを実感していこう、特に潔と関わる場面においては無我夢中の状態になってサッカーに没頭し、驚くべきスーパープレーを連発。もともと並外れた才能を持っていた凪にやる気とがむしゃらさが加われば、もはや敵なしですよね。サッカー歴半年余りとは到底信じられないほどの上達ぶり。そして単純にサッカーの実力が凪登りに上達したことだけではなく、無気力にプレーしていた凪は情熱を燃やして無我夢中にサッカーに取り組んでいく様子には心打たれる読者も少なくないでしょう。ということで、無我夢中に対抗心を持つ凪が第3位にランクインしました。惜しくも第1位を逃し、第2位となったのは潔陽一。本作品の主人公潔は1位セレクションの時点で300人中299位と下位に沈んでいましたが、現在では年俸ランキングでトップ争いを繰り広げるほどに活躍を見せ、まさにブルーロックドリームを体現する存在。そんな潔のかっこいいポイントは何といっても圧倒的な主人公感。選手権では県大会決勝で敗北、身長は175センチとサッカー選手としては普通、技術的にも特筆すべきポイントはない無名の選手というあまりにも平凡なプレイヤーで、ブルーロック内でも序盤は序列も低く、徐々に成長を見せながらも上には上がいることを痛感させられるような立ち位置にいましたが、アンダー20日本代表戦でスタメンの座を勝ち取った潔は3対3で迎えた後半アディショナルタイムという土壇場の場面で劇的な決勝点を挙げ、一躍ブルーロックの主役へと躍り出ました。このように平凡に見える選手が努力を重ねていくつもの壁を越えトップに躍り出るというシンデレラストーリーはまさに主人公らしい活躍だといえ、読者が白熱して魅了される大きな要因になっていると言えます。ということで、主人公感あふれる本作の主人公潔が第2位にランクインしました。栄えある第1位に輝いたのは伊藤シーリン。発想上時から類まれな才能を遺憾なく発揮し、ブルーロックにおけるナンバーワンの実力者として君臨し続けているリンは、現在ネオエグストリーグでも年俸ランキングでトップに立ち、今なお潔の前に高い壁として立ちはだかっています。そんなリンのかっこいいポイントは何といっても燃えたぎる復讐心。18歳にしてワールドベスト11に選ばれるほど才能あふれた世界的プレイヤーのサエを兄に持つリンは、幼い頃にサエから誘われたことがきっかけでサッカーを開始。当初は的確なコンビネーションの良さで活躍し、サエが世界一、リンが世界2というストライカーになるという夢を語り合うほど関係性を築いてましたが、一人スペインに渡ったサエが4年ぶりに帰ると、サエの考えが激変、世界一のミッドフィルダーを目指すという夢に変わり、すがりつくリンのことを冷たく突き放す。かつての夢とこれまで積み重ねてきた努力を全て踏みにじられてしまい、リンの心はぐちゃぐちゃに。俺は俺の人生を狂わせた愛しさえをぐちゃぐちゃにしてやる。こうしてリンはサエへの強い復讐心を胸に抱き、サエをぐちゃぐちゃにするというモチベーションでサッカーを取り組むんです。この中心を原動力にしたリンは、昨週でも随一のストイックさでトレーニングに励み、遥か格上の相手にも全力で勝負を挑み、精神面でも非常にタフに成長。アンダー20日本代表戦ではついに因縁の際とマッチアップ、前半戦では力の差を見せつけられる結果になりますが、後半ではフローに突入、相手を醜く壊す戦術に変わり、最終盤のサエとの一騎打ちでは互いに一歩も引かない攻防を繰り広げ、最後はサエの動きを読み切ったディフェンスでボールを弾き飛ばし、一瞬ながらサエを超える活躍。このように強い復讐心を原動力にして限界を超えた力を引き出すリンは非常に魅力的に映っていると言えるでしょう。ということで、燃えたぎる復讐心を見えるリンが第1位にランクインしました。というわけで、かっこいいキャラクターランキングを紹介したんですが、トップ10をまとめるとこんな感じです。皆さんはどのキャラが一番かっこいいと思いますでしょうか？ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。